ああ、ちなみにわなかの兄貴は双子らしいです。双子？急にしれっとすげえことを言ったぞ。弟だそうです。もっと詳しく。ここまでしか話してくれなかったんですが、早見弟さんをソフトで作ってみました。どういうこと？どうぞ。おお、なんかこんな感じなのか。飯豊君も腕っぷしだけじゃダメだ、もっと情報力をつけないとね。こいつ偉くなりそうで怖い。いいえ、私の腕などまだまだ未熟、精進あるのみです。